釣れるじゃん。はい、皆さんこんにちは。今回はサーフ福袋シーバス&ヒラメ1万円ですね、イタコ釣り具センターで購入してきました。2024年度サーフ福袋の開封動画です。で、最後までご覧いただけると非常に嬉しいです。それでは開封していきたいと思います。まだですね、購入してから一度もまだ開けてなく、ね、まだ一度も開けてないので、何が入ってるかちょっとわからないんですけども、こちらの方ですね、開封していきたいと思います。さあ、ポチキスト4箇所ですね、止まってますので、さあ、まず最初に、最初の引くはですね、最初は何、こちらからいきましょうか。はい、じゃじゃーん、芝野さんのフラッシュジェットブーストですね。シーシャローシンキングペンシルですね、 28g。 これはレッドヘッドの芝野さんですね。ナブラ直撃、平均90メートルオーバーですね。新ペンはですね、ヒラメ釣りにはね、欠かせないアイテムですね。これは嬉しいですね。さあ、2発目、はいはい、デュオさんですね。デュオさんのドラッグメタルキャスト、これすごくね、売れてるそうなんですよね、このドラッグメタルキャストシリーズですね。ぶっ飛び 40g ですね。いいですね、ちょうど4000番のリールにね、合わせて PE ですね、 1.0 からですね、 1.5 ですねぐらいをチョイスして、いいですね。これもですね、レッドヘッドになりますね。はい、じゃあこれを次、はい、あ、これね、欲しかったんですよね、ジャークソニックの130。これはですね、オールマイティなんですよね、シンキングミノーなんですが、この130センチっていうのがね、130ミリっていうのがですね、新しく出て、これ新商品ですよね。25g、13センチ。こちらはですね、本当に、万能型のシンキングミノーですね。これはね、ありがたいですね。これだけでもね、2000円ぐらいはすると思います。カラーはですね、ピンク、シルバーですね。また、ヒラメがね、好みそうな、そうですね、さあ、その次、はい、こちらも130、あ、これは嬉しいですね。これはこの色は何だろう、ワカサギだ、ワカサギカラーですね。この鱗のような形のね、このキラキラしたのがですね、いいですね。このシンキングミノーはね、いくつあってもいいですよね。トラウトからシーバス、ヒラメ、青物、そしてリーフフィッシング、で万能ですね、こちらはね。ただ巻くだけでも、このね、ジャークソニックシリーズは、すごくスローアクションで、よく泳ぎますんで、75とか、すごい小さいのもあるんですよね。ね、ラインナップがね、いろいろあるんですが、これ本当にね、ヨタヨタとこう、スローリーディングで、ちゃんと泳いでくれるね、シンキングミノーってなかなかないんですけども、このジャークソニックシリーズはですね、ただ巻きの本当にゆっくりスローアクションでもちゃんと動いてくれるんですよね。さあ、あと大きいよ、これも。はい。さあ、出ました。これはもうヒラメ釣りのために開発されたと言っても過言ではないぐらい、ね、堀田光也さん、ね、監修のビーチウォーカーウィッチですね。これまた限定色となっておりますね。グロー、
そうなんですね。まずめ時のですね、釣りっていうのは、グロータイプのね、光るタイプですね。蓄光して、UV ライトをね、こう当てるとですね、光るんですよね。青白くね。うん、緑っぽくかな、これは。これは、まずめ時にね、使ってみたいですね。これがありがたかったですね。これでもう、この時点でもう、もはや、1万円近いと思うんですよね。さあ、あとは？はい。あ、メタルガレージですね。鉄板バイブですね。これはね、プレートジグは絶対にいりますよね。これ、サーチバイブ、サーチルアーとしてね、海の底をですね、地形とかを探るのにもすごく適してて、こう手返しのいい釣りができますので、なかなかね、こう根掛かりを考えるとね、なかなか購入まで至らないんですよね。こういう袋で入っててくれると、使い心地をですね、試せれるので、これはありがたいですね。26グラムだと、本当にど真ん中のね、ですね、シーバスヒラメ青物ですね。うん、色がまたいいですね。このグリーンね。結構、水の中でね、相当こう、アピールしてくれて。フックもね、ちょっと大型ですよね。なので、やっぱり青物が来てもですね、安心感がちょっとありますね。もうヒラメとかも全然余裕で取れちゃいますね。このフックであれば。はい。さあ。出ました。これもまたね、デュオさんのドラッグメダルキャストシリーズですね。今度は、これは水平ホールするタイプかな？ん？スリムボディですね。この、おかっぱりでね、使うタイプの、よく使われるタイプの、この、グラム数が40グラム、30から40が一番使いやすいと思います。これだとよく飛びますね。飛距離は、もう抜群ですね。サワラとかが来ても、こう、切られにくいようにね、ちょっとね、ここのところ、強化してあるんですよね。で、ワカシイナダ、ワラサカンパチ、サワラ、サバ、シーラ、シーバス、ヒラメ、タチウオまで来ますか。あと、グロータイプね。これ、本当ね、集め時にね、使うのは、本当に、ありがたいカラーです。またね、ピンクとね、ゴールドな、オレンジ、うん。これ本当ね、ヒラメのためにあるんじゃないかっていうカラーですよね。うん、さあ、まだある。まだあるかな。まだありますよ。はい。こちらは、出ました。Cシャローの先ほどのですね、サイズ違いですね。シンキングペンシル。37グラム。いやー、これはヘビーな37グラムですね。スパローに37グラム。メタルジグ並みに飛んで、シャローレンジをキープするシャロー身辺。アクションはタイトなローリング。また、ホール時は水平ホールで、細かくボディを揺らせるフォーリングバイブレーションを発生。ベイトフィッシュをイメージした 105mm のサイジングは、季節場所を問わずサーフの青物狙いに効果抜群と書いてあります。平均飛距離が93メートルなんです。そうですね。ね、芝野さんもね、こうね、シンキングペンシル実は出てたんですよね。フラッシュブーストと来てますよ、また。またカラーリングがいいですね。どうしてもね、なんかリアルカラーとかよく入ってたりするんですけど、ブルーピンとか、うん、入ってたりするんですけど、こちらのね、今回のはすごいな。と、選びたい、欲しい色が全部入ってますね。さあ、まだあるんですよね。この時点でですね、もう、ほぼ 1.5 倍ぐらいの、1.3 倍ぐらいですかね、の値段になっております。多分、1万円以上ですよね。まだあるよ、まだ。はい。スピンドリフト、これ欲しかったやつです。あ、23グラムだ。これはね、一口サイズですね。うん、ヘビーシンキング、強輪イワシ。強輪です、これ、ね。この鱗が、ほんと、鱗にね、このデザインにこだわってる。
ですよね、島野さんはね。杏林って言って、杏林シリーズとかあるんですけど。中にウェイトが、ウェイト移動するタイプですね。サーフキャスティングに特化したネッサシリーズの中でも数々の実績を誇るスピンドリフトに、さらにジェットブーストを搭載。これはすごいですね。飛距離も申し分ないですね。このサイズで70メーター近く飛ぶってことは、よっぽどその、キャストした瞬間に後方に重心がいってっていう感じですかね。そういう感じですよね。だからこの中で、ここに入っているウェイトが移動するんですね。ジェットブーストってことですね。はい。これで、今これで何点あるのかな？数えてみますか。1,2,3,4,5,6,7,8,9。9個ですね。こう、どう見積もっても1万5000円以上ですね。この時点で。はい。まだありますよ。まだある。まだね、あったより。ありませんでした。さあ、来ました。はい。これは定番中の定番ですかね、これは。これもね、デュオさん。デュオさんで、しかもカスタムですね。マットチャートイワシ。この色はね、人気ですぐ売り切れちゃうんじゃないかなと思うんですよね。なかなかね、売ってないんですよね、この。こちらはですね、テリフ・バレット。アクションはローリング&平打ちダートですね。ローリング、平打ちダート。本当、青物でも本当にシーバスとか大好きなね、あの、アクションですよね、こちらね。水深の有無、流れの強弱を問わず様々なシチュエーションでシャローレンジの攻略を可能とする。DC9 パレット、バレットですね。なるほど。こういうね、リップってさ、アイマさんとかでも出てたりしません？うん、やっぱりね、効くんでしょうね、こういうね、水を噛む。リップの形状ってものすごい大事なので、あと、このチャートカラーはね、いいですね。このね、点々点々っていうのをなかなか、あの、魚にね、見えちゃうんですよね。うん、より汎用性を高めた発展型シャロー攻略モデル。自分の行くねエリアはね、どうしても遠浅だったり、水深が浅かったりするエリアが多いので、こちらはすごいありがたいですね。フックもですね、これすごい大きいですよ、フック。ね、4番フックが2つ入ってます。さあ、行きましょうか。また行きましょうか。行きましょうか。よいしょ。次は、マニックです。これ、シーバスやられてる方は、一回はね、やり込んでる方はね、多分一回は使ったことのある、ですかね。これ、表層をね、ふわふわとこう、ゆらゆらとね、引いてくるのにすっごくいいんですよね。これもデュオさんですね。UV カラーですね。ってことは、ま、デイと、あと、ナイトを問わずですね、アピールできる感じですね。UV カラー。ね、紫外線をね、当てられてって感じですね。これはすごいなぁ。このサイズっていうのはなかなかね、手が出ないんですよね。もうちょっと一回小さいのをね、結構、使ってるんですけども。色がいいですね。夜桜という色ですって。うん、ね、すごい綺麗でキラキラしてる。ありがたいですね。福袋にね、なかなか入ってない色ですよね。これね。ね、さあ。これで、まあ、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、11個もありますよ。11個。
ね、1個2000円近くするルアーもね、いくつか入ってますんでね。さあ、行きます。さあ、あと4つあるかな？え、まだあるよ。はい。ドラッグメタルキャスト。これ20グラムですね。いやー、ぶっ飛び。後方重心。これはまたさっきのスリムとちょっと違う、アクションですね。一応ね、ブレードフックがついてる。このブレードっていうのは結構、魚を寄せてくれるので、いいと思います。しかもこういう、形状してると、ブレードがこう、絡みにくい、絡み防止のためのですね、この工夫がされてるので、このシリーズね、本当に売れてるそうです。釣り具屋、地元の釣り具屋さんの方も言ってましたけど、このデュオさんのドラッグメタルキャストシリーズ、いくつかあるんですけども、このシリーズはすごい売れてるみたいです。まあ、魚種をね、なかなか、あんまり選ばずね、いろんな、大小魚がね、若新灘ワラサ、カンパチサワラ、サバ、シイラ、シーバ、シイラ、メタ、ジオ。で、全部釣りたいのばっかですけども、こういうのをね、大小魚としてまして、まあ、いずれにでも効くという。このね、赤金はもう、ユーマズメとかサマズメにも、思いっきりね、土定番の色なんで、必ず持っておかないと、まあ、後悔するっていうか、大体釣れた方とかに聞くと、赤金って多いんですよね。こういうマズメ時にね、釣れた方って。だからこれはね、絶対、僕も実績もたくさんあるんですけども、この赤金っていうのはもう外せない色なので、ほんとこれ助かります。もう 20g もね、あんまりこう、シルエットをね、大きくさせたくない時とか、あと、ほんと手前で食ってくれるようなね、時。そういう時にね、手前までしっかりね、引いてこれるので、泳がせれるんですよね。重たいルアーだと飛ぶんですけど、手前まで来るとですね、どうもこう、水深のあまりの浅さに、ルアーが強くなりすぎちゃって、もう、ただ単にこう、引きずってるだけの状態で、泳いでくれてないんですよね。なので、軽いルアーだと、その辺がちょっと払拭できるので、20グラムも、タックルボックスの中には入れといた方がいいかなと思います。特にですね、このシーズンになると、ヒラメもね、大きいヒラメも、近くに寄ってきますんで、手前で釣れるってことが結構あるので、この20グラムは必ずですね、一等はした方がいいですね。はい。じゃあ次は、次が最後だね。次が最後ですね。これで終わりですね。はい。あ、出ました。これはシースパローのロングじゃないですか。これまたさっきの、そうですね。スパロー。あ、取った。105mm。105mm のスパローの 130mm 版ですね。130mm ってジャークソニックで2つあったこの 130mm と同じサイズなんですね。これ、遠投ですね。大物狙い用っていうか、大物ですね。ちょっと、大きさがですね、137g ですので、まあ、投げれる竿がね、限られてきますけど、自分の持ってる竿であれば、ワールドシャオランの21055とか、2053とかで使えば、バッチリですね。このぐらいのウェイトのものはしっかり飛んでってくれますんで、ですね。M クラス以上のね、竿を持ってる方はいいと思います。はい。これもですね、この強輪ですかね。この鱗がすごいですね。強輪、これキスですね。キスを模した感じのやつですね。さっきのやつは、これはイワシかな?こっちは。こっちはイワシですね。この点々が横についてる。こっちはですね、キス、どうやらキスのようですね。ピンクで、後ろがゴールドになってますね、これね。ゴールドがちょっと配色されてます。でこの鱗がですね、素晴らしい。シースパローですか。シースパローシリーズが3種類。で、デュオさんと、それから芝野さんの組み合わせ。
になります。こんな感じですね。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 個、13個です。これで空になりました。で、13個もあります。で、ざっと見積もってもどうでしょう、2万5千円分ぐらい、2万円強ですね、ぐらいのものが入ってたということで、今回はね、開封動画でしたけど、いかがでしたでしょうか。シンキングペンシルと、それからシンキングミノー、から定番のメタルジグ。ね。それと、あとバイブレーション。こちらがね、セットになってました。いかがでしたでしょうか。個人的にですね、こちら、これが嬉しかったですね。このね、カラーね、欲しかったんですけどね、店頭でね、まず見たことがないっていうのが一つと、このサイズ、まず、買わないので、もっとね、自分、まあ、消費者的にはですね、やっぱりちっちゃいもの、ちっちゃいサイズのルアーをね、どうしても選んじゃうんですよね。うん、大きいのはなかなかね、思い切って買わないと買えないモデルです。しかもこの色。さあ皆さんはね、どのようにね、感じられたでしょうか。早速ですね、大晦日の夜にサーフに出向いて、初日の出をね、拝む瞬間にですね、これらのどれかをね、使って、ちょっと、ヒラメをね、ネヘラメか、もしくは、青物、どちらかを狙ってみたいと思います。それでは今回はこのあたりで失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。あとチャンネル登録ね、忘れてたっていう人はですね、ぜひね、チャンネル登録ボタンを押していただいて、でまた、あとベルマークも押していただくと、新着の動画があった時に、ね、チャンネル登録者さんの元にですね、通知が行きますので、また新作もね、すぐリアルタイムでですね、見ていただけると思います。では、よろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。失礼します。